皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋隆子です。本日のテーマは、教室のレッスン単価アップができない先生のための、するっと稼げるお金のブロックの外し方についてお伝えしていきたいと思います。えー、レッスンの パンクアップっていうのはなかなか。あの教室の先生にとってはハードルが高いまあ、教室の先生じゃない一般人への方にとっても多分ハードルが高い内容だと思います。で、私自身はまあ、そこまであのブロック強い方では？ない 買ったんですけど、あのー、やはりそのねちょっと上げる時にやはり生徒さんがね離れるんじゃないかとか辞めるんじゃないかっていうことをあのー、考える教室の先生の恐怖っていうのはやはりよくわかります。はいで,でその時に考えなくちゃいけないのがそのお金 というものに対しての価値観と、まあ、自分が提供しているサービスとのバランスをどう考えるかっていうことが必要になってくるので、まあ、今日は実務というよりは、まあ、マインドですねそちらについて、まあ、お伝えしていきたいテーマはお金ののブロックの外し方とということになります、はい、では本題に入ります。 えとお金のブロック外す方法はいろいろあるんですけれどもまあ私がまあ教室の先生にお伝えするんだったらこの3つかなと思っている3つがあるので3つの,あのブロックの外し方をちょっとお伝えしていきたいというふうに思います、はいえー、まず1つ目ですね2つ目、えー、自分の常識は他人の非常識である。 ということを理解すると、はい、ということが2つ目、えー、3つ目、えー、お金を稼いでる人の波動をもらうという、まあ、こんなことがねブロックの外し方としていいかなというふうに思うのでこれをお伝えしてみたいと思います。 っていうことなんですけどこれはうん多分もしかしたら日本の教育がっていうところがあるのかもしれないですけどなんかこうお金を稼ぐっていうことに対する言葉のねニュアンスが昔ほどじゃないんですけどなんか「意地汚い」とかね「汚い」みたいなお金を稼ぐっていうのはうーんそうですねなんかこう綺麗じゃないスマートじゃない泥臭いみたいな印象があるっていうなんかこう。 もっとね製品がこう清く正しくね美しくみたいなところからするとお金を稼ぐっていうことを言ってしまうとなんかいかにも意地汚いみたいなねお金を追いかけるみたいな感じっていうなんかね思考が日本人には割とあるイメージがあります。ととははいえですねある程度はお金ないと 何もでできなないいじゃないですかあの例えば誰かを助けたいって言ってももちろん自分の体を動かすことで助けるっていうこともいいと思いますよ。いいと思いますけどじゃあ例えばそのね支援物資を送るとかっていうものを だって物資を送るために現金が多分一番いいと思うんで現金がいいと思うんですけれどもそれをやるにしてもお金があった方がいいですよねでじゃあ例えば誰かを助けるってその被災地に行くとかいうボランティアで行くにしても交通費ととかかかかるじゃななないいいででですすすお金それらきよねだから何かを動,かき動いてどうにかしたいって言ったら何かしらその対価であるお金ってないより絶対あった方がいいですよ。 で例えば生徒さんをもっと喜ばせるために知識を増やしたいと思ったら自分勉強しないといけないですじゃないですかそうすると勉強する勉強強すする代ってかかりますよねだからお金ってあの循環しないといけなくって循環をするっていうことはまあ教えたものに対して対価を頂くっていうことをすんなりスムーズにいただくルートを作るって いうことが必要になってきてその時に邪魔になるのは、えー、受け取ってはいけない受け取ることを自分に許可してない人ですねこの金額だと高いと思われるから安くしてるとか本当は自分は高いと思われるからじゃないければその金額を設定したいわけですよねだけどそう思われるのが嫌だから嫌われるから 生徒さんが離れるからっていうことで思い切った金額を設定できない方が結構多いんですけれどもあのそれをもらってはいけないと思ってしまっている人のところにはお金って来ないのであのこれはもう営業経験があるからよく分かるんですけれども。 自分がこれって高いですよねって心の中で思いながら見積もりをなす営業マンってまず足元見られてつけ込まれてあのそれよりさらに安く言われて契約させられちゃう時とかが多いです私営業の男性とかもね育ててたんですけれどもだからあの正当な価値って っていうのベラボーにねぼったくるっていうのはよくないと思うんですけど正当な価値は正しく自信を持ってプレゼンテーションするないしはその正当な価値であることをきちんと伝える努力をするっていうことを怠ってるのが値段で下げるっていうことに逃げる場合が私そういうふうに思っていて。 あのー、楽ですよだってもう価格下げれば価値として下がるわけだからそのいいものがですよ相手にとっては決めるのはすごく楽になるから楽な方に逃げちゃうだけでそういう工夫をしてないっていうケースが多いんですよね高い金額で決めてくるっていうことはその高い金額の価値を伝えない限り決めてもらえないので大変なんですよいろいろ考えないといけないし。 だからあのそれはまあ法人の場合はそうでしょうって言われるけど個人も一緒ですあの一般のお客様に対しても高いと思われてしまうよねって思う自分のマインドをまず変えないといけないのであのもらってはいけない。 そんな高い金額はもらえないって思う罪悪感とあとそのつけた値段に対する価値を伝えきるっていう努力をするってこの2つを同時にやっていただく必要があってだからそれができると自分でそのお金って受け取っていいですよねっていうのがストーンと自分の中に落ちてくるのであんまり躊躇っていうことは多分なくなるはずなんですよね。なんであのー もらってはいいけないとか、高いような気がするっていうふうに思うのはじゃあなぜそれが高いと思うのかあの自分が今まで費やしてきた時間とお金と計算したら絶対に高くないはずなんですよ。なのでそこをまず自分にお金を受け取るという許可を出すっていうのが一番目にまず必要なことになると思います。で2つ目、自分ののののの、常常識は他人の非常識。はは、他人非ちなみにこの時の日はあの ならずの方私があのメ,インメインの肩書きで使ってる飛ぶ方じゃなくてあの否定,否定というか非常口の日ですねでこれはもう本当に私いろんな業界を同時にやった時に思ったんですけど3,000円1万円の価値っていうのがもう業界によって全然違うことが業界またいで分かったんです。 教室業界って3,000円とかって、まあ、ワンレッスン3,000円とかまあ普通ですよねとかっていう雰囲気がとってもするんですけど例えばこれがあの電子書籍とかねちょっとビジネス寄りの、まあ、そういう講座だったりすると2時間1万円とかって別に普通だし1万5,000円とか2万円だってあり得るんですよ。 だからその業界の価値っていうのがあってその教えるものの価値っていうものは当然あるんで業界をまたぐと価値観が変わるんですよね。で、えっと、さらに言うとスピリチュアルの業界とかだと1時間3枚のセッションとかざらにあるし人生が変わるんだったらっていうことで1時間10枚のセッションだって普通にあるんですよね。払う人は払いますし。でそういうのを目の当たりにした時にその必要な人にとって必要な適正金額であれば。 サービスはお金の交換ですねサービスとお金の交換っていうのは全然普通に循環するんだなっていうのが理解できたんですだからそれは自分がでもそういう商品買ってみないと多分理解できないと思うから1回は買う必要がありますけどねはい痛みを感じるかどうかっていうことも含めてそれが買えるようになってくるとだんだん大きなお金が使っていけるようになって大きなお金が使えるようになると今度大きなお金を使える人と出会えるようになるんですよ 3,000円しか使えない自分は3,000円と使える人としか出会えないんですこれ分かりますよね2万円とか3万円使えるようになると2万円3万円使える人と出会えるようになりますなぜならばそういう場所に行けるようになるから、うん、3,000円しか使いませんって言ってる人が2万円のご飯って食べないですよ、うん で高いご飯が素敵って言ってるんじゃなくてそういうお金を使う人の価値観に触れてみると自分の価値観っていうのはその狭い世界の中で作られてしまってるものだっていうのに気づくんだよっていうことをあの伝えたいしたいだけなんです。必ずだから金額高いものを 食べ続けろとか言ってる場合じゃないっていうことだけちょっと理解してくださいねあの高級レストランも私行きますけど別に TPO においては新橋のガード下であのビール箱をひっくり返したやつに座って焼き鳥食べることもする人です <laughs> それはその時にそういう人たちと行ってワイワイするの楽しいよね流れのついででじゃあやるかっていうとオープンエアーのところでねなかなかすごいですけどねビール箱ひっくり返してダンボールピロっと1個置いてそこにねなんかちょっとテーブル みたいなところに、あの焼酎的なものと焼き鳥紙皿に入ったもので、こう食べるみたいなね。そんなこともしますよ。なんで別に高級料理ばっかりじゃないです。それはその場の雰囲気がそういう状態ならそれでいいじゃないか。っていう形だし、ちゃんと高級レストランで素敵っていう風になったらお姫様。気分は違うわけなんで素敵にドレスアップをしてね。食べに行くし、美味しいワインもいただくしっていう。tpo に合わせてうん変えてますのでね。 あの庶民,庶民派ですよ。<laughs> あのめっちゃお金使ってるように見えるかもしれないですけどそこはそこで庶民派な感じです。 使うところは使うし別に閉めるところは閉めるんで金銭感覚はまだ普通の部分を持ってると思いますですので知っててほしいのが自分の常識の中でとらわれてしまうとお金の価値観もその中で縛られてしまうのであの世の中にはお金持ってる人もいっぱいいるし使う人もいっぱいいますだからその人たちはどんなサービスを求めるのかっていう視点を変えれば金額を上げてもその人たちが買うっていう前提になるので大丈夫になると思います。 だただその今までの価値観の人たちと生徒さんとは離れてしまう可能性がありますその時辛い思いをするかもしれないんだけれどもまあ、成長する段階で人っていうのは別れと出会いを繰り返すことになるのでステージが上がる時には必ず今までいた人間関係がガラリと変わっちゃう時があります私も何回かぐらいありましたねあの自演になってからも大きなの2回ありました結構しんどいんですけれどもね あのうーんとても恋にしていて信じていた人とどうしても離れなきゃいけない別れなくちゃいけないような時期とか、まあ、あとは考え方の違いとかが数年一緒にいたことによってお互いの道が違うよねっていうのが分かった時に別れるっていうのもありえるんでその時はね辛いんですけれどもでも。 不思議と離れるとまたその時の自分にふさわしい新しい出会いがどんどんと膨らんでいくんで、まあ、そうやって人って成長していくんじゃないのかなっていうふうに思っているのでなるべく別れに執着しないようにしています。あの残念な部分分はあありますよ寂しいことももるんだけれどもあの多分 その時期と時代の流れとそのタイミングが来て自分がまたそちらに行くその人はそちらに行くっていうその分かれ目の時間が来たんだっていうふうに思えばいいだけなのであまりあのそこに執着してその人たちをつなぎ止めようがために。 レッスンを続けると自分が今度疲弊するし成長するタイミングと機会を失ってしまうことがあるのである程度流れに身を任せるところも必要になってきます自分がこういう金額を手にしてそれで運営していきたいなと思ったら一つ成長する時期なのでその時には別れも来るかもしれないっていうのも合わせて考えておくといいかもしれません。はい、で3つ目 お金を稼いでいでるあのもらうっていうかえっとですねまあこれちょ,ちょっとねあの生々しい話であれなんですけど自分がそこに一緒にいる友人っていうか、まあ、事業家の友人たちのね,ね年,年収を割ってその5人いたらね5人で割って。 年年収収がが自分がいける年収学だみたいなねだから、まあ、そのよくできてる人が、ね、あんまりこう下の人と付き合うと自分たちの年収下がるのかみたいな雰囲気あるかもしれないけど、まあ、そこはボランティアン的な付き合いにはなるんでしょうけど要はあの1,000万稼いでる人と3,000万5,000万1億3億10億の、えー、稼いでる人たちの思考と時間の使い方って全く違うんで。 どのステージに自分が行きたいのかって言ったらその,その人たちの思考に触れる必要があるあの時間の使い方とお金の使い方と考え方ですねあのお金にも品格があって人格があると思っていてだからそのきれいなお金の使い方をする人 なんか汚く人をだましながらお金を稼いでるような人はやっぱ近寄らない方がよくって綺麗に人にも感謝され自分も楽しくそしてお金がちゃんと回っているような人格者の人のお金の使い方波動をもらうっていう形なんでまあメンターって言っていい人に近いのかもしれませんけどそういう人をちゃんとね探してお付き合いをするっていうことが必要になります。その人のの人人思考が色濃くあ,のあなたの、ね、人生観にあの うん、色として乗っかってきちゃう可能性が高いのであのそこはね注意して選ぶ必要がありますけれども自分にその品格が足りないと思ったらお金の波動と使い方を分かっている人の思考に触れるためになるべくその人の話を聞く本を書いている人だったら本を読む講演をしている人だったら講演を聞くっていうことで自分の中にない価値観を取りり入れる必要がありますそのあたりのねこの3つを大体やってくると。 だいたいあのお金の、ね、ブロックってて外れてくるはずなんですよ、はい、なのであの今言ったことができてない方はまず1つ目どれでもいいからやってみるっていうことからしてやっていくとだいぶお金に対するブロックがね外れてくると「受け取れるんだ私受け取ってもいいんだ」ってあの開眼した瞬間に高額単価のレッスンとかも簡単にポン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 決まるようになってきます。 こここが外れれててななないか高いいいいと高高んんじじゃゃかかってリリースしたものは絶対に売れないです、はい、もう 100%, 100いや200%断言してもいいです本人がそもそも価値を認めないということですからね高いと思ってるってことはそんなのお客さんに情熱で伝わるわけがないこれ安いよねいやもう絶対お得だよねって思うような内容に仕上げてからリリースをしてほしいっていうのをよく私クライアントさんに言ってますけどねだって安いと思ってるんですもんこっち。 だからそれが安いと思わない人には当然買われないしですよねっていう人が買うっていうそれだけのことなんでまず自分の立ち位置と心の持ち方をそちらに持っていく必要があると思いますはいということでじゃあ本日のまとめに入りたいと思います、えー、教室のレッスン単価アップができない先生のためのスルッと稼げるお金のブロックの外し方3つの法則1つ目お金に対する罪悪感をなくす 2つ目自分の常識は他人の非常識であると心得る3つ目お金を稼いでいる人の波動をもらうというこんな形であのやってみるとだいぶね変わってくるかなと思いますのでご参考になさってください。それでは。